こんにちは。ターゲットのチャンネル秋葉原店店長の佐藤です。はい、6月1日から、はい、秋葉原店新宿店ともに、営業の方を、ね、再開いたしました。はい、引き続き、コロナウイルス感染防止対策として、アルコールの消毒、その他ですね、こういった防護シートの方を、設置して営業の方を行ってまいります。ぜひ、秋葉原店にも遊びに来てください。ということで、今回はですね、当店で行っております、佐藤タクティカルインダストリー、通称 STI ですね、のステッピングと、リダクションサービスの、ご紹介をしていきます。はい、今回のね、見どころというか、内容としては、皆さんに私が使っている道具の紹介や、作業風景、あとはね、最後、カスタムアップしたものとノーマルの状態のものをね、比較の方をね、ちょっとねしていきたいなと思っておりますので、最後まで、ぜひご視聴の方ですね、お願いいたします。ステッピングと、リダクションって何だろうって思われる方いらっしゃると思いますので、簡単にご説明していきますね。はい、まずステッピングなんですけれども、樹脂の、パーツの、持つところとか、触るところに、施す滑り止めの加工になります。はい、これね、ノーマルと比べて、グリップ力が高くなって、打つときに手の中で、滑りづらくなります。ちなみに、本来スティップリングと言いまして点々で、絵を描く点描法から、来ております。はい、スティップリングってね、ちょっと言いづらいのか、ステッピングって、言ってることが、多いみたいです。もしかしたらちょっとね、今回の動画の中でも私ステッピングって言ってるところがね、何箇所かあると思いますので、ちょっとねご了承ください。そして、リダクションとは、銃の形状を削り込んで握りやすく、またハンドリングしやすくする、加工になっております。まあ、それぞれね、やると、銃の、印象がかなり変わってくるので、デザイン重視な、部分も、あったりします。ステップリングのサービス紹介です。ステップリングは4種類のパターンが選べて6000円です。サンプルのグロックに施してあるのがベーシックパターンで、紙やすりのようにザラザラです。グロックや M&P などに人気のタクティカルパターンになります。次は点々がいっぱいのドットパターン、そして鱗模様が特徴のリザードパターン、1が小さめ、2は大きめのパターンになります。リザード2はハイキャパに施すと実銃の STI-DVC カスタムみたいになってかっこいいですよ。スティップリングの範囲を指定できるので、自分だけのオリジナルフレームが作れちゃいます。続いてリダクションの内容です。グリップの根元を削って、はい、さらに上を持てるようにするハイグリップ加工が1000円。ちょっとここになりますね。そして、サポートハンドの当たりを良くするトリガーガードの加工がここになります。はい、ここはね、四角く今削り込んであるんですけれども、丸型にすることも可能です。で、そして、ここのね、角のところもね、一緒に加工することも可能でございます。はい、こちらが1500円になりますね。グリップのね、前にある、山の部分ですね、フィンガーチャンネルの加工とか、あとはね、テクスチャーの加工、前と後ろにあったね、四角い、はい、テクスチャーの方を加工するのが2200円になります。グリップの下にあるこの半円状の、削り込みは、グリップエンドカットとなりまして、実銃だと、ポリマー製のマガジンは膨らんで、外れなくなる時がありますので、それを引っ張り出せるように、ここね削り込んで、いくような、ものになっております。こちらがね1000円でできるようになってます。はい、そして最後にワンポイントマークは1000円で入れることができまして、このように、シンプルな文字や記号、絵を、入れて、自分だけのオリジナルフレームを作ることができます。じゃあ簡単にね、私が使っている、道具の方を、紹介していきます。まずステッピングで、使っている、ハンドコテ、こちらは発光の FX600 という、セラミックタイプの、ハンドコテになります。温度調整が200から500、
度まで調整ができます。ここのダイヤルでね、調整できまして、その温度に達したら、ランプが点灯するようになっております。そして、ここのね、小手先、はい、何種類かね、ありますので、そちらね、交換して、ステッピングのね、パターンを変えております。また、ベーシックパターンのね、ステッピングをする場合は、別のね、ステッピングツールを使っていきます。それがこちらの、ダイナミックプレシジョンの、カッパーステップリングチップ、タイプ A となります。これね、先端がね、ちょっとチェッカリングでね、ちょっとギザギザになっておりますので、これでね、紙やすりのようにザラザラな、ステッピングが、できるようになっております。削る作業をするリダクションでは、プロクソンのリューターとか、あとは、ヤスリをね、使っていきます。その他にも、紙ヤスリですね、番手が粗いものから、細かいものまで、使用していきます。はい、それでね、いつも、秋葉原店のコミュニティスペースのね、一角で、作業の方を、しております。まあね、ちょっとね、こちらの方でいつも、やっております。はい、で、今回、作業風景なんかもね、一緒に撮れればいいなと思っておりまして、今度ね、シューティングマッチで、使おうかなって思っているものをね、今日はカスタムしていきます。今回は、はい、先日ね、発売されたばっかりの、グロック17 Gen 4 東京までのね、新しい、新作ハンドガンをね、カスタムしていきます。今回どうしようかな、カスタムの内容は、ステッピングはね、絶対やるにして、他のやつ、リアクションは、そうですね、ハイグリップ加工とトリガーガードの加工、あとフィンガーチャンネル、テクスチャーの加工、あとグリップエンドの、ね、加工も今回ちょっとやってみましょう。そして、ワンポイントマークの方もね、入れていきますので、カスタム全部盛り、フルコンプカスタムをね、今日はちょっとやっていきたいと思います。はい、それじゃあですね、ステッピングとリダクションの方ね、作業に移る前にですね、分解の方をしていきます。フレームだけの状態にしないと、ユニットの中とかね、パーツの中に削りカスがね、入っちゃって、掃除するのがめんどくさかったりとか壊れちゃったりとか、しますので、これをまず、分解していきます。よっ。はい、ということで、バラすことができましたので、では削り込みのね、リダクションの方から、行っていきましょう。削っていく順番はお好みですね。私はだいたい最初はハイグリップの加工から、始めていきます。で、こういったね、リューターを、今回は使っていくんですけど、はい、もしね、リューターがない場合はヤスリをね、使っていくんですけども、こういった曲面になってるヤスリも一応あるんですが、こういったものを持っていない方は、もしね、私もやってみたいっていう方は、紙ヤスリと、紙ヤスリと、使わなくなったアウターバレルをね、使っていきます。今持ってるのは、破損して使えなくなっちゃったやつを、使っていきます。紙ヤスリをこうね、アウターバレルに巻いて、ここにね、当てがって、こうゴリゴリと削っていきます。私も昔はこれでやっておりました。結構ね、アウターバレルはいい感じで使えますね。はい、ではですね、じゃあ削りの作業を、順番にやっていきましょう。まずは、ハイグリップからですね。はい、じゃあリューターの電源入れます。はい、ということでですね、リューターと、ヤスリ、紙ヤスリ、3つ使って、こちらのハイグリップ加工の方をね、やってみました。今日はね、フルカスタムしていくので、次はね、トリガーガードの方を、やっていきます。
トリガーガードもね、削り込みもあらかたできました。まあこのような感じですね。はい、このフィンガーチャンネルの方を、削っていきますね。はい、フィンガーチャンネル、をね、なくすことができました。はい、こんな感じで。うん、やっぱりね、フィンガーチャンネル落として、あとはね、こう、ハイグリップにしてあげると、結構ね、持った印象もかなり変わってきます。それではですね、テクスチャーの加工の方をね、やっていきます。まあ、リューターで、ちょこちょこ削っていきます。じゃあ、スイッチオン。後ろの、ね、部分も、あらかた、テクスチャーの方をね、削りましたので、次はですね、まあ、ステッピングかな。あ、その前にあれだ、ワンポイントの方もね、ちょっと入れていきたいなと思います。まあ、ワンポイントマークの、ね、下書きも、できましたので、あ、ごめんなさい、あともう一つですね、グリップエンドのカットの部分を、まだやってなかったですね。まあ、またいつもやってる時は、10円玉をねこうちょっと置いてマーキングしていきます。はい、それではですね、下書きできたので削っていきますね。はい、それではですね、ステッピングの方を、やっていくんですけども、まあね、やたらめたらね、こうやっちゃうと、はみ出しちゃったりとかね、してちょっとかっこ悪くなっちゃいますので、鉛筆、まあシャーペンでねちょっとね、下書きしていきます。まあそうですね、今回はまあフルでカスタムしていくので、もうここのね前の部分とかもねちょっと一緒にやっていきましょう。はい、ハンダコテもね、こう温まっておりますので、はい、このままねやっていきましょう。最初にですね、このワンポイントマークの、この部分ですね、はい、ここを、まあ縁取り、まあパターン、ドットパターンで、ね、ちょっと縁取りをして、残せるようにね、ちょっとやっていきますね。はい、じゃあね、こう縁取りもできましたので、ステッピングツールに交換してやっていきます。はい、それではですね、これ小手先をね、ステッピングツールの方にね、交換しましたので、これでまたやっていきたいと思います。ステッピングのね、まあ、ポイントとしてなんですけども、まあ、塗り絵を塗るような感じでやってあげるといいかなと、個人的に思っております。まあ、なぜかというと、まあ、このね、縁の部分から、攻めていくような感じですね。で、はい、ABS のね樹脂がこうチェッカリングのねところに入っちゃうので、私はこれ、合間に真鍮のブラシでね、こう、目詰まりをね、直しております。じゃあね、ここからね、もうグリップの方下の方にこうずーっと、行くような感じでやっていくんですが、はい、ここでね、はい、こういったねテープを貼ったマガジンをね1本用意しておきます。はい、これ何をやるかっていうとね、こう中にねちょっと、はい、押し込んで、いくんですね。はい、そうすると、まあ、さっきも ね熱で、まあ、ちょっと溶かしていくような、感じなので、何も入っていない状態でこうポン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 ってね、押していくと、フレームがねグリップの部分がこうちょっと歪んじゃったりとかしますので、それを防ぐために、テープを貼ってちょっとね厚さをほんのちょっとだけ、厚くしたマガジンを、まあ、ちょっとねこう入れていきます。はい、もうねがっつり、入れちゃってください。はい、こんな感じでねやっていきます。はい、これでね、ある程度はもうここ、側面をやっても、
まあ、あまりね、歪まなくなってきます。グリップの、部分ですね、グロックのここの上の部分に、サムレストですね、まあ、親指を置くくぼみがあるんですけど、ここもね、あんまりこうグリグリやっちゃうと、歪んでね、まあ、曲がっちゃったり、しますし、最悪穴が開いちゃうので、もし、ご自身でステッピングをするときはここ要注意ポイントになってきますね。いやー、でもステッピングしてるとこの香ばしい匂いがね、慣れてきちゃうとこうやばいんですよね。はい、じゃあ左側はこんな感じになりました。はい、じゃあですね、反対側ですね、右側をやっていきます。でこっちはね、まあ、下のナンバリングのところと、まあ、ワンポイントマークでね、犬って書いたところ、東京丸井の刻印、ここのね、3つを残してやっていきますね。うん、右側も、まあ、ある程度できましたね。はい、それじゃあ引き続き、ステッピンググリップの前と、後ろの方もね、やっていきます。はい、ということで、グリップ全体的に、入れることができましたので、ノーマルのものと比較していきましょう。はい、それでは、組み込んでみました。こちらのね、右側が、ステッピングとリダクションを施したもの、そして左側が、ノーマルの状態の、グロック17ジェン4になります。どうでしょう、かなり印象変わりますね。ステップリングとリダクションをしてどのぐらい良くなったか試してみます。滑りづらくなっているのと、あとはこの、ハイグリップと、トリガーガードのね、削り込みでこうしっかりね銃をホールドできるので、すごくいいです、はい。このグリップエンドカットも、マガジンの抜き差しのねこうサポートになるので、とても使い心地はいいです。はい、ということで今回のスティップリングとリダクションはいかがでしたでしょうか。滑り止め効果や、しっかり握れるようになるので、サバゲーやシューティングに、持ってこいのカスタムですね。さらに、自分だけのオリジナルフレームを作ることが、できるのでおすすめです。ステップリングとリダクションは秋葉原店、新宿店、どちらでも受け付けておりますので、お気軽にスタッフまでお声掛けください。最後にターゲットワンチャンネルではやってほしい企画、レビューしてほしいガンなどのリクエスト受付中です。コメント欄や、ターゲットワン宛てのメールへどしどし送ってください。そして今回の動画が面白かったらグッドボタンお願いします。はい、よろしければチャンネル登録もお願いします。秋葉原店店長の佐藤がお送りしました。